出会いの道ではお母さんに赤ちゃんメガネを持っていただいて、いろんなものを見ていただきながら赤ちゃんの視力、見えにくさの体験をしていただいています。赤ちゃんって普段どういう風に見えているのかなっていうのを感じていただいて、新しい赤ちゃんの見方と出会っていただきます。始まりの島では今日の赤ちゃんの好奇心、ママパパの好奇心を伺いながら、これから会場でいろいろなものと出会う準備をしていただきます。今回は赤ちゃんの一瞬の表情を撮影する自動運転ロボットを作成しました。普段見れない視点からの赤ちゃんの新しい表情や動きを検知してお母さんにフィードバックできるようなロボットを目指しています。ノアというミニバンを持ってきました。赤ちゃんと家族皆さんが移動で大空間を楽しめる体験をしていただけたらと思います。ヒューモヒットという材料を出しています。ヒューモヒットっていうのは体温で柔らかくなる材料でして、赤ちゃんに触っていただいてですね、どういう反応するかっていう見たくて出展させていただいております。ヒューモヒットと布を貼ったものを椅子に巻いていまして、座った方がですね、ゆっくり馴染むっていう特徴があります。赤ちゃんの動きの残像を見せることで赤ちゃんの好奇心の可視化をしようと思っております。駿河竹千筋細工の技術を使った竹ひごドーナツという商品になります。いろんな掴み方ができる。二重構造になっているので、線と線とが干渉して不思議なこうモアレ現象というものが生じます。いろんな持ち方やいろんな遊び方が赤ちゃんが見つけてくれればと思っています。心臓の鼓動を手の上の触感として感じる装置で、さらにそれを台の上の振動として感じる装置を展示しています。あとは手でボールを握るとその感触がもう片方のボールに送られて、言葉を使わないで感情のやり取りをするボール型の装置を持ってきています。赤ちゃんってそのキーボードとかテレビのリモコンとか触っちゃうと思うんですけども、そういった本物のどこが好きなのかみたいなのを分かるようなコンテンツを今回作っていまして、実験的にそのキーボードのような形をしたおもちゃを仕掛けて、それをちょっと触ってもらおうというふうに思います。1日の体験を振り返るおしまいの島では、好奇心カードを完成させて今日の発見を持ち帰っていただきます。